どうもー、ゴージャスドーガでーす。なんで小声なんですか。聞こえちゃうかもしれない。これからあなちゃんにドッキリをやっていきたいと思います。今回スマブラで、はい、私がコントローラーを握っていますけども、本当にプレイしてるのはしのぶくんという感じで、スタッフですね。スタッフですね、はい、やっていきたいと思います。しのぶくんスマブラもガチで強いから、はい、僕のちょっと下手な感じも演出できると思うんですよ。でこれから3番勝負みたいな感じでやっていくんで、はい、徐々にどんどん強くしていく。最後は僕が使ったこともないキャラを使い出してバリバリの強さで勝つみたいなね。なあれって純粋だから、はい、多分全然何も見てないと思うから、あれ2試合目ぐらいの時に片手でこうやってこうやってたとしても多分気づかない。うん、なるほど。3試合目とかもこういう風にやってても多分、なるほど、気づかないと思う。おうほうほう。なのでバレないようにしてくださいね。だ3試合目まで気づかなかったら僕の勝ち。そうですね。途中で気づいちゃったら僕負けなんで、なんか、ね、何かしらの罰ゲーム背負ってもいいぐらい。わかりました、うん。絶対にバレない自信がある。本当に、まあ、なるほど。ただクラゲ的に、うん、あこれは加点ですねみたいなかと思ったら、なんかちょっと点数どんどん上げてって俺ら。これやったらもう100点で。それは100点ですね。うん、うん、そんな感じでちょっとずつやっていきたいと思いますんで。わかりました。はい、ここ来たい。はい、どうも。また私一人から始まりますよ。珍しい始まりです。はい。ただ私一人から始まるっていうことは、はい、今回もゴージャスさんにドッキリを。やった!あげたいと思いまーす。イェーイ、有馬奈美でーす。どんなドッキリしましょうか?どうしましょう。で、今からスマブラをやるんですけど、はい、撮影で、これからゴージャスさんと一緒に対決していくんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、私が突然、うん、超上手くなったらあれと、私もゴージャさんとやるんですけど、うん、結構やられたりやったりみたいな感じなんで、うん、もう手出しできないぐらい私が無敵になってたら、うん、無双してたらっていう。なるほど。気づくのかなっていう、ちょっとドッキリというか検証というか、果たして強くなりすぎた新井ちゃんに、はい、ゴージャさんが気づくのかという、うん、わかりました。やってみましょう。楽しみです。はい、私はもう私がただただ気持ちいいだけの回ごめんなさい、私の性格の悪さが出ちゃうかもしれないですけど、皆さんぜひ最後まで見ていってください。はい、初めてのスマブラー、イエーイ。いやー、大好評やっぱり。ありがとうございます。スマブラ自体が大好評だからね。それを学ぶという私たちのスタンスも、ね、はい、本当に謙虚な姿勢で頑張ってますからね。はい、育成型の番組でございます。はい、という感じで。とりあえず今日も、はい、ちょっとね、戦ってみて、はい、お互いのちょっと、ね、拳を交えて、やっぱ分かることってあると思うんでね、はい。やりましょう。やっていきたいと思います、ね。よろしくお願いします。はい、さあ、それでは、行きましょうかね。はい、来ておりますね。前回、私がコテンパンにやっちゃったんで。いやいや、そんなことないよ。うん、さあ、はい、どうしようか。じゃあ、とりあえず、まあ、定番のやつでいきますかね。私もリンクかな。うん、定番の。ジャス君も、はい、もうね、はい、家でも練習してるだろうし、うん、そうですね。メキメキと強くなってきてるんじゃないですか。勝ってますからね、もうね。うん。何使うんですか。には負けれないですよね。僕、普通にメタナイトするよ。やっぱりメタナイトからいっちゃう。はい、私もリンクにします。練習しましょう。さあ、じゃあ行きましょうか。色変えます。ね、色変えて、色変えて、よし、変えましょう。よし、行きましょう。いいですね。行きましょう。はい、さあ、今回はですね、ちょっと違う、一味、二味も違う。え、ちょっと、やりにくい。狭いステージですけど、狭いところは苦手なんだけど、ほら、ほら、あれ、ガード使わないって言ってたじゃないですか。いや、使うんだ結局は。ほら、ほら、ほら、お、危ない危ない、うまくなったな、ライちゃん。また言う。よし、結局ね、お、いいじゃないのね。
感じはいいのかな。すごいですね、ちょっと飛んでるだけなんですもん、メタナイト。メタナイト、それがいいからメタナイトにしてんだ。ほらほら、やっぱ全然配置が違う。いいですよ、ほら。これ嫌い、それ嫌い。ほんとね。あ、動いた。お、なんだこれ、どうなってんだ。痛い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 。ほら、おお、やばい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 、ほらやばいよ、ほらほら、やばい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 、ほら、あー、おー、余裕ですね。余裕ね、落ちない、全然落ちないもん。ほらぶ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 ら、ほらほらほら、ギリ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 、これ105円で105円、ほら105円、ほら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 、大丈夫、どっこいどっこい、来た、おー、いいよ、はよ、うん、よいしょ、ほら、すぐ追いついた。おー、なんちゅうことするんですか。なんちゅうことするね。あ、また動いた、今のうちだ。しゃしゃしゃ、もうめっちゃ雑にやってますよ。やってない、やって、ちゃんとやってるよ。いい、狭いところにやった。いや、狭くないですよ。狭いんだ、俺ちょっと。ほら、うん、ほら、本気出せ。あー、危ない危ない危ない、ほらほらほら、痛い痛い痛い、ほら、お、いいね、腹筋がいいよ、ほら腹筋がいいよ。うん、俺も戻ってきたらやっつけちゃうから。あー、危ない危ない、ほら、やっつけちゃう、ほらほらほら、やっつけちゃう、ほらほら、あ、危ない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 、あははははは、いや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 、危ない、これもう、あ、戻ってきた、あ、危ない、ほら、いい、腹筋がいいよ、ほら、いや、おお、99だ、ほら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 、あぶ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 、取りましたね、もう120だよ、アレンちゃん、やばい、やばい、もう吹っ飛んでっちゃうんじゃないの、ちょーんってやったら、ちょーんってやったら、さよなー。まあ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 、おーほーほーほー、参戦ありますか、参戦ありますよ、今一緒しました、アレンちゃんの勝利ですか。おー、どうしたことかな、どうしたことかな、どうしたことかな、あれ、うん、あれ強くなったな、アレンちゃんな、次行こう、次ちょっとやっぱキャラ変えよう、うん、うん、なるほど、キャラ変えよう、キャラ変えていきましょう、変えましょう、なるほど、さあ、はい、どうしたんですか、じゃあ次、カービー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 、トゥーニックで、カービー、おお、いいっすよ、トゥーニックで、行きたい、アライちゃんはなんで行くかな、うん、え、カービィにするんですか、カービィにしますとか、じゃあマリオにします、マリオ、マリオする、はい、いいよ、マリオいけるんだ、マリオはよし、行きましょう、行きましょうか、行きましょう、よし、すげえだ、昔ベヨネッタでしたっけ、使ってましたよね、ベヨネッタもね、いいんですか、こう、でも今日はちょっとそういう気持ちじゃないんだよね、行きましょう、カービィはもう開けない、カービィはもうね、もうね千人の息ですよね、何でした、賢人の息、賢人、賢人、賢人です、賢人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 ですけどね、おお、これは本当に、あ、痛い痛い痛い、おお、ほら、おお、おお、おお、危ない、私追いかけるよ、おお、おお、おお、これはもう本当にいい得点、おお、いいっすよ、これは、いい得点ですよ、おお、どんなことでしょう、ほんとにやられちゃう、ほら、もう、はず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 、ほら、うわ、やばー、あー、まあ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 、今のは奇跡です、奇跡だな、完全にさあカービィ飛べるんだよ、飛べるんですよ、飛べるんですよ、カービィ飛べるんだよ、カービィ、いい得点ですよ、ね、
ほら、おお、おお、いいですよ。ほら、ほら、おお、しゃ、乗って、乗っていくよ、ほら、おお。おお、何これ何これ、何これ、流しそうめん、何ほら、うぇーい、ほら、追い詰めましたよ、強くなってる、いきますよ、ほら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 、私は負けない、おぉ、ほら、もう 55% だ、ほら、やばい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 、あたしあと1機しか残ってないんです、あーゴージャス、1回負けません、1回負けません、いやいやいや、勝負だから、俺俺俺前回、前回負けたくなかったから言ってる、おぉあい、間に、間に入った方がいい、間に、これ剣にぶつかるとダメージ食らうんですか、あ、ほんとに、あ、痛い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 、いいっすよ、ゴージャス、おぉ、おぉ、あまあまあまあ、もうあつ 85% だろ、ほんとに 104%、 ほら、いやマジでやばいです、これ、いやこれは完全に、さあ、ほら、痛い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 、ジャス君勝った、イエーイ、まあでも一勝一敗、いやー、おー、でもこれいい3番勝負の1-1で、もうこれもうリンクに戻します、私、おー、いいよまさかのリンクに戻します、リンク無双します、じゃあ俺は使ったことないやつを、え、いいんですか、やってあげる、負けちゃうよ、いいんですか、私はリンクでいきますよ、どうしようかな、なんかシーク、シークとかかっこいい、かっこいいじゃん、かっこいい、かっこいい対決する、イケメン対決しちゃいますか、いけるっしょ、勝てるの、大丈夫でしょ、これでいきましょう、イケメンと対決、リンクでいい、はい、よし、結局ね、いきましょう、はい、じゃあ、勇者が勝つんです、決まりますね、はい、うーい、いい、あ、いいステージですね、ほい、え、なんか出てきた、なんか出てきた、なんか、なんか、なんか、おー、飛ぶんかーい、飛ぶんかーい、あー、おー、戻る、危ねー、おー、うわ、すごい、おー、うわ、戻る、すげえ、戻れた、す、おー、やるね、アライちゃん、うわ、すごい、すげえ、戻るの、戻るの、すげえな、戻りました、すごい、すげえな、え、ゴージャス、シーク使ったことある、すげえな、はい、来てくださいよ、よー、行く、来てください、すごいな、うおー、やるな、おお、どうなってんのこれ、おお、飛んでる、おお、どう、難しい、いや、ステージ動かないで、ちょ、戻れる、おお、戻れんだ、任せてくださいよ、すげえな、任せてくださいよ、おい、ゴージャスさん戻れますか、おい、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、戻れたわ、ほら、おお、危ない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 、おお、ジャスカ初めて使ってんでしょ、本当だこれ、使い勝手がいいのか、使い勝手いいですか、シーク、負けてるけどね、もうでも100、あー、おー、よしよしって、よし、行くぞ、しゃ、危ない危ない、しゃ、腹立つな、なんか、しゃ、前回怒らずに済んだけど、しゃ、今回怒りそうだね、はい、もう怒りました、さあ、しゃあしゃあさあ、これで、ほら、もう77、ほら、増えてる、ほら、また上がっていくよ、ほら、戻れる、戻れるの、あ、戻った、戻る、すっげえ、アライちゃん、あるな、おい、戻る、いいの持ってんじゃん、おい、しゃあ、飛んでけ、うわ、戻んのかい、
踊ったる。すっごい戦いだ。戻っ。ああ。うえ。戦いだなおい。うえ。くそー。よし。やりすぎだなおい。すごい。え？大丈夫？怖いよ。怖いよ後ろが。危ない。邪魔邪魔邪魔。邪魔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 。やめろ。おじさん邪魔。すごい。おおすごい。すっごい危な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 い。危ない。うわ。すっごい攻撃だ。よし。よし。さあ。おお。さあどっちが勝つ。アライちゃんがやばいか。頑張れ。しゃ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 。しゃ。さあどっちが勝つ。しゃ。しゃ。あ、これみたいなやつ邪魔だな。これみたいなやつポケモンですよ。邪魔だ。しゃ。しゃ。いい試合だ。いやいい試合だ。あー、吹っ飛ぶ。いいぞ、もう141だぞ。すごいね。飛んでくぞ。飛ばすぞ。飛ばさない。やだ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 。よしよしよし。あっ、よし。イエーイ、ヤス君の勝利。これはマジリッケなしの勝利だ、これは。いや、息切らして立ってやるかね、普通。いい戦いだったよ、これ。すごい、あれちゃん、まさかの。いやあれちゃん、ずっと練習してたのに。いやちょっとさっき練習、俺もさっきしてね、はい、一個掴んだ。私、学園にいたのに。ああ悔しい、悔しい、悔しい。ちょ、もう一回だけ。じゃもう、じゃいや、もう最終的に、もう編集で、はい、全部次で次でも次勝ったらそれ最終決戦に。そしたらもう前のやつ全部カットして。わかりました。配信しない。配信しない。ボツ、うん。だからもう本当に次本気で。今日楽しくゲームやりに来ただけじゃないですか。本当に次勝ったらそれだけ配信する。わかりました。よし、もう本当に行こう。よし。まあ、いいよ、じゃあ配信何使うか指示していいよ俺。ジャスラ、よくさっき初めてのキャラで。勝てたな。結局ね、やっぱその基本を押されてればね、はいはい、全部使えるようになってるんですよ、うん、じゃあちょっと私が一番使ってほしいのは、うん、2択にしていいですか。2択にしていいよ。ミスターゲーム&ウォッチか、うん、ウィーフィットトレーナー。あ、ウィーフィットトレーナー大事、いけるいける。私はもう変わらず、どうしようかな、どうしようかな、じゃあサムスにします。お、はい、いいよ、通常サムス。よし、もうじゃあもうこれでもう最後勝ったらもう本当にそれだけ配信、はい、うん、負けちゃったらもう全部引退ですか。引退はさせない。よし、それでは使えるの。じゃあ基本を覚えてればね、あの大体操作は一緒なんですよ。そうですね、うん、バランス感覚もね。面白い戦いですけど。何してるんですか。何この動き、どこにいるか分かる。どこ。ほら、矢印出てるから。じゃあ、おっ、さあ、やばいやばい、2人して女に。よっしゃ、おっ、そうだ、これもどういうやつだこれ。後ろからすごい、ウィフィットトレーニングしながら。ちょっと大丈夫？ウィフィットトレーニング本気出すと立つんだね、君は。本当ね、ウィフィットトレーニングしながら。大丈夫？真剣にやってくださいよ。真剣にやってる、真剣にやってる。高いですね。そうやって、うん、叩かれますよ。危ない危ない危ない。危ない、やばいやばい、顔切れてるよ。叩かれますよ。よっしゃ、よっしゃ、
こう。あぶ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 。あぶあぶあぶ。しゃしゃしゃ。待って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 。勝負ですね。あ、勝負。なら。よし。さあ、ライちゃんも本気出してるね。負けません。いい戦いだ。あー、危ない。あぶれ。わあ。しゃあ、まだまだ。もうやばい、160度だ。おーさ。こっからこっから。これはいい戦いだ。いいよ。さあ、うちさん猫のポーズやってる。猫のポーズ、うん、はい、いくよ。いやいやいやしゃ、さあ、うっしゃしゃ、うっし、あ、よし、おし、あー、危ない、やばい、回らないと思う。100、121よ。ほんとに大丈夫。ちょっと一回線路に出てみません。線路出ちゃったらやられちゃうでしょ。こういうのさ、何してるんですか。やってますよ。すごい戦いだ。すごい戦いだ。すごいちょっと、うん、ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。よし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 、うん、あっ、なあ、くそ、ほら、そんなことやってるから、くそ、本気出すわ。うん、あ、よく使えるね、このキャラ。さあ、よしよしよし、よし、これで同点だもん、今な。あ、いでいでいで、今、ゴジャさんの方が。あ、お、お、イエーイ。取ってやると強いね。結局やっぱね、リットネもね、やっぱりその同じポーズとか撮った方がいいのかもしれないと思う。あれちゃんどうした？私昔からゴージャス動画好きで、うん、ずっと見てたんですよ。あら嬉しいね。見てて、ヨケさんとかいろんな方出てて、うんうんうん、いつか出てみたいなと思って、うん、ね、去年ぐらいから出させてもらってて、一昨年ぐらい出させてもらってて、そうそう、みんな優しくていいなと思ってたんですけど、うん、初めて今日皆さんを嫌いになるのが。どうしたどうした、皆さんどうした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 んだ、どうしたんだ。ちょっとコントローラー引っ張ってもらっていいですか。ちょっとやめなさい。抜けちゃったよ。そう、引っ張ったら抜けちゃったよ。本当に。本当に。こら。どうする？めくったら、はい、全部解決するけど。全部解決しましょう。はい、平和に行きましょう。アライちゃん、ドッキリでした。どこまでがドッキリで、どこまでが、どこまでだと思いますか、アライちゃん。え、整理しましょう、整理しましょう。整理しましょう。はい、うんと整理しましょう。どうしました。ゴージャス動画出演もドッキリです。あれ、ちょっと待ってください、なんすかそれ。ちょっと待ってください。整理しましょう、整理しましょう。整理しましょう。小林さん、私今日来た時、スマブラ初めてやる時に、うん、このコントローラーじゃないやつがいいって言いました。言った言った言った、はい、言った。それがいいって言ってたんですけど、うんうん、このコントローラーやってるじゃないですか。待って待って、うん、で、やっぱ戻したのかな。いや、しちゃう。しましょう。全部ドッキリですか。ゴージャスさんドッキリ苦手だから洗いにやらしとけばいいだろうってやつですか。もしかして、ちょっと、え、ちょっと待って待って、俺もわかんない。わかった、わかった、すべて知ってるのスタッフさんだけだ。わかった、ドッキリ大成功。うわー、やられた。
え、意味わかんない、まだ俺。とりあえず私が言われたドッキリやりますね。うん、私が、今から3戦やりますよ、はいはいはい、3戦。で、1戦目、2戦目やってって、うん、3戦目になったら、うん、私がめちゃくちゃ強くなって無双するっていうドッキリを仕掛けてくださいって言われたんです。小瀬さん、なんて言われたんですか？僕は全部を、はい、スタッフがやって全部勝つっていう。でまた、はい、勝ったもんだからね、ジャス君がね。な、はい、どういうことなんじゃない？だからお互いに同じドッキリを仕掛けてっていう、うんうん、お互いに仕掛け人だったじゃん。正解です。そっちのさ、そっちのスタッフの方でさ、何間違ったんでしょ、なんか。え、本当はどう、本当はどうだったの、本当は。本当は。振り返り。これが正解ってことですよね。うん、そうです、コントローラー2人とも抜けてるんですよね。うん、抜けてる、そう。抜けてるのに、やってるふりをしてたんですよ、ね。そうそうそう。で、そのやってたのは、結局、プレイしてたのはスタッフなんですよね。うん、はい、2人ともね。はい。カチャカチャカチャ言ってた。お互いが、お互いを、騙してるとでも思ってたんですよね。そうですよ。ドッキリですね。っていうドッキリ。めちゃめちゃ俺、おどけてたじゃないですか。だから、新井ちゃんも、もう3戦目ぐらいから、ちょっとおかしいなと思ったでしょ。ジャス君が変な動きして。いや、思いましたよ。何してんだろう、この人。いや、本当に。私がやろうとしてたことをやってきたから。違うんですよ。3試合全部勝つって言ってるのに、はい、1試合目落としたから、何やってんだよって。叱ってたんですよ、ずっと画面で。ちゃんとやれ。そんなドッキリでした。ああ、やられた。すっきりしねえな、おい。おい。いや、やられましたわ。ちょっと。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと待って。編集見て理解する、ちょっと。オープニング映像も撮ったのに。スマブラやっていきましょう。やっていきましょうね、これからも。はい。皆さん。いいなと思ったらグッドボタン。かわいそうだなと思ってもグッドボタン押してて。はい。ということで、これからもスマブラ頑張っていきますね。皆さんも応援してくださいね。本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。たまにこうやってたんですよ。うん。あ、本当に？年齢経過落ちて。いや、俺自分のことで精一杯だから。おかしいな、一試合目負けたのおかしいな。おかしいよ、私叱ってたもん。ちゃんとやれよって。ずっとゲーム画面こうやって見てましたもん。うん、だから締め締めと思ってたの。スタッフさんがドッキリ大成功ですね。